はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理北海道まるさんをお送りします。で、これで北海道最後です。そして、まあ、前にもね言ってましたが、この地理シリーズも一応これで最後になります。で、最後は穴埋めが6問となってますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、説明しながら穴埋めやっていくんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番の方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず、まあ北海道の話をしてるんですが、今回は農業です。基本的にね、農業の話をしていきます。で、北海道って農業がとにかく盛んです。稲作も畑作も、まあ、場所によるんだけど。で、まずその広大な土地、広いでしょ、土地が。で、その広い土地を生かした大規模な農業を行ってるんですけど、その多くはほにゃらら農家によって行われてます。で、まずこれ言葉覚えましょう。主にまあ行だね、この行で修行農家って言います。で、この修行農家何かっていうと、まず年間に60日以上農家の農業の仕事をしている。そして、まあ、年齢の制限もあるんですけど、あとは収入の半分以上が農業に入ってる人を修行農家。だからもう簡単に言うと、イメージとしてはもう農家、農業を主な仕事としてる人たちです。で、それが多いと、とにかくね。で、あと特徴として農作業するときには大型機械が用いられてます。で、これはとにかく他の都道府県とは違って、一つの例えば何かを作るときに広いんだよね。で、それを人をたくさん雇ってやるよりも大型機械でやった方が効率的だし、費用もかからないんだよね、結局最終的にこう、ね、トータルすると。なので、まあ、効率的なことも考えて大型機械が用いられていることが多いです。で、まず今度は根線台地の話いきます。で、これは丸1の時に問題にはしなかったですけど、根線台地、場所ここね、この辺です。根線台地。で、ここ、まあ、他にもありますけど、そこなどでは、乳牛を飼育するホニャララが盛んです。で、まず言葉ね、覚えましょう。ちょっとね、ごめんね、このひよこさんと置きますな。この乳牛なんかをね、飼育するのを、酪農って言います。よいしょ、酪農ね。で、これが盛んです。で、乳牛なんで、まあ、イメージ感じると牛乳が取れる、生乳がね取れるんですけど、これはほとんど特徴なんだけど、北海道で取れた生乳っていうのは 80% 以上がバターとかチーズなんかに加工されて全国に出荷されます。だから飲む用が少ないので、実際北海道以外の都道府県で取れる生乳は8割以上が飲む用です。飲料用だね。となってます。で、次、十勝平野行きます。十勝平野この辺だね。この辺、十勝平野。で、などでは、土地の栄養を落とさないように、同じ土地で年や時期ごとに異なる野菜を順番に作ります。で、こういう異なる、同じ野菜をずっと作り続けるんじゃなくて、同じ場所で、じゃあ次これ作って、次じゃこれ作って、次これ作ってってやっていく。で、こういう作り方を、和に作るで、輪作って言います。輪作です。で、それをする目的はもう土地の栄養を落とさないように、ずっと同じものを作り続けちゃうと、そこの土地が持ってるパワーが失われてしまう。そうすると作れなくなってしまうので、そうならないようにこういうふうに工夫をしています。で、他にも畑作と2番、なんで同じ酪農だね。畑作をしたり、酪農をしたり、だ組み合わせた農業だね。をしているところもあって、この畑作、そして酪農をね、合わせた農業のことを、まあ、混ざってるから混合ですね。混合農業って言います。で、今回問題にはしてないんだけど、丸一の時にここ石狩平野ってやったでしょ。で、石狩平野はもろに稲作地域です。つまり米ね。で、こっちは畑作になります。この辺が、まあ、こっち酪農になりますけど、だから全体的な農業が盛んです。とにかく、まあ、こんな感じ、農業がね。で、最後2個ちょっと違う話になりますが、
で毎年ねほにゃららに登録されたこれ知床って読みますとか豊かな自然の残るほにゃらら公園なんかをね見るために多くの観光客が訪れてます北海道には。でまず知床です。何に登録されたかっていうとこれどっちでもいいんだけど一応こっちで書きますね。まず知床は世界遺産に登録されてます。で世界遺産の中に文化遺産とか自然遺産ってあるんですけど知床は自然遺産です。だから自然遺産を覚えてほしい。できれば世界遺産の中の自然遺産に登録されてます知床ね。でそれと豊かな自然の残るほにゃらら公園なんですがこれ北海道にはね国立公園ってのがあります。自然がいっぱい残ってるね。でそういった、まあ、ここも自然豊かなとこなので自然のね見るために多くの観光客が訪れてると。ただ単に観光普通の観光もありますしあとはまあスキーなんかでね行く方も多いと思いますけど、まあ、多くの観光客が訪れてるというのも覚えておきましょう。では今回は社会の地理北海道丸三についてお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。そして最初にも言いましたけど一応ねまた追加するかもしれないんですがこれで社会の地理、まあ、中学校の地理ですね一通り取り終わりました。なのでねここまで見ていただいた方本当にありがとうございました。でね、まあ、ちょっとでもお役に立てればと思いますので、まあ、あとは他の科目も歴史とね、公民は取り終わってますので他の科目もぜひ見てもらえたらと思います。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。